こんばんは。まあ、約束通り質ラブの恋愛使用したいと思います。寒い寒い、本当に寒い。なんかもう寒すぎてびっくりしています。本当もう手袋をつけんと夜はっていうかもう外手袋つけんとダメだなって思った。13手がかじかむ、本当にかじかむんですよ。自転車乗ってるの？自転車？乗ってない。そっか、今日あれだ。STU48 デイらしいです。なんかわからんけど。アバターの日。バトルゲットしていってください。
と5分ぐらいしたら始めようかな。お願いし、いやー本当に寒いんですよね。広島だけ全国的に寒いか分からんけど、ありませぬが、少なくとも広島は寒いです。結構寒いです。今がツアーの秋田とかやったらもうやばかったかもしれない。劇的寒さやったかもしれないですね。日本中寒いのか。なんかお昼時とかはそんなに寒くないけん、まあ大丈夫かなっていう気持ちで外に出たら、やっぱ帰りにはもうマフラーとか手袋がないと寒いレベル、もう寒いっていうかもうポケットから手が出せんぐらいの寒さになる。今日もマフラーいるかな、まあいらんかって思ってたら寒すぎているんだったって帰りにはなった。55分になった。始めます。誕生日しよう今日まで。あ、そうなんだ。手袋まだ買ってないのって。いや北海道にも持ってったし手袋はあるけど、ただ持っていくか悩んで、いつも持って出らんかったら、いや行くときはね、外出るときは寒くないけど帰りには寒いよっていう話です。もういいかな。浅香さん、直太郎さん、ゆうちゃん、ベレッタさん、何これ、猫のなんか猫箱。浅香さんありがとうございます。おいでます元気さん、バラ、ひろしさん、ひなたさん、すけさん、猫の、あ、猫ボックスありがとうございます。カエルサンタさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ライディーンさん、かわいい人、パシモンさん、ありがとうございます。じゃあもう調べのお願いしはしたいと思います。遅くなりましたが、1月第49回の推しメンイベントランキングやっていきます。ちょっと待って、定型文ボックスはアニメーションだから、アニメーション何も表示されてないよさ。アニメーションオフになったのかな、どういうことか分からん。大元気です。これでいいや、更新した。ではいきまーす。100位、にゃさん。99位、としやさん。
98位ソイミルクさん、97位ゆかちゃん、多分更新したら定型文が現れるはず。96位かずやさん、95位にーなちゃん、94位みのりさん、93位ひかるんさん、92位のろりさん、91位たけさん、90位ぶくちょさん、89位ひーちゃん、88位戦闘士ほしやさん、せいやさん、87位ふくぽんさん、86位顔文字の方、85位ねーねさん、ちょっと待ってめっちゃ目が乾燥する、84位やじうまさん、何83位MSK47 さん、82位タクティスさん、81位、今月じゃない先月は81位でした、私が珍しく。81位は自分でした80位パピポさん、79位たかまるさん、78位ケンジさん、77位ショコラさん、76位エンちゃん、75位スケさん、74位マミーさん、73位電話さん、72位ナーラブさん、71位タク、70位フォーコアットマークサラシク選抜さん、ありがとうございます。69位ポンコツさん、68位ケイさん、67位サーティーさん、66位ダユーさん、65位サリーさん、64位スグルさん、63位クルシロさん、62位ヒロさん、61位はじめさん、60位秋田ののぶさん、あと59位コブラさん、58位クジラちゃん、57位しげしげさん、56位山崎さん、55位髪サラサラさん、54位マー君3号さん、これはなんて読むんでしょうかね、瀬戸田氏龍波さんかな、わからん、龍波さん、52位日向さん、51位尾道ラーメンさん、50位秋代さん、49位ジンケコネカさん、48位これ何？大つつきさん、大つつきさん、47位よこみーさん、46位まーくん、45位まじすかさん、44位岐阜のすがさん、43位甲子園のポテトアカデさん、42位ゆりねさん、41位ゆうたさん、40位放浪中さん、39位やられたさん、38位暗闇さん、ちょっと近いな、36位淳さん、35位アービンさん、34位ブドウパン嫌いさん、33位福岡猫さん、32位クローバーさん、31位ひろしさん、30位どっちゃんさん、違う、29位テトさん、28位中野さん、27位にゃんさん、26位たくみさん、25位関仙さん、
24位ルドガーさん、23位赤ヘルサンタさん、22位シンスクエアさん、21位ヨウさん、20位サンタさん、19位アサカさん、18位ゼータの鼓動さん、17位ぼっち2号さん、16位スマイルさん、とりあえず読めばいいか。16位スマイルさん、15位奥行きさん、14位 MJ さん、13位竹雄さん、12位オールマスターゴールドさん、11位のミミズさんで、トップ10、10位マークさん、9位トシさん、8位リョーマさん、7位ゆーちゃん、6位荒吉さん、5位イギータさん、4位セディアさんで、どーん、ありがとうございました。ありがとうございました。1月か、ありがとうございました。このテンションが魅力なんだろうなって。今日はテンション高くないです、というか全然高くないですね、低いですね、むしろ。トシヤさん、ゆーちゃん、スマイルさん、あやちゃん、ゆーちゃん、ギフトありがとうございます。そう、今月はなんとなく16位。なんかいつも7ライブのお礼配信って何を書いとるか全然覚えてないですよね。何書いとるかとか覚えてないので、まあ毎月ノリとテンションです。ノリとテンションで終わりで、ですね、第3位、よすけさん、これ1101001000001500491514ポイント、よすけさん1月3位ありがとうございました。暗いかな、まあいいや、ありがとうございました。で、第2位が2223万2679ポイント、ライディさん、ありがとうございました。ありがとうございました。で、先月度の第1位が1100万2400万587ポイント、おいでます元気さん、ありがとうございました。神尾支店になりました、あら、よかったです、ありがとうございます。いつも第一でした。ということで、第49回も並べてくれた方、ありがとうございました。
とうございました。ひとまず、ひとまずというところですね。で、今月はね、あんまりまだね、できてないので、ちょっと待って。あ、そっか、生誕カードが出たのか。育てなきゃ。じゃあ、七並べ。最近あんまり七並べはね、してなかったので、七並べでもやろうかなと思いますね。とね、10分、21時10分。はい、じゃ21時10分24秒にします。ね、いい歌気分を皆さん見ましたか？昨日の25時ぐらいからあったやつ、ご覧になられましたでしょうか？話し会ガチャ、お話し会ガチャめっちゃ引いたけど、一回も自分が出ないんですよ。同じメンバーばっかり出て、一回も出てない。やばいよね。これあれに含まれないじゃないですか。一押しガチャに含まれないのに一回も出ないんですよ。本当に同じメンバーばっかりで、含まれるんですか？今まで含まれとったっけ？なんやっけ？なんかの時含まれてなかったかない？入るの？じゃあ入るなら引かなくていいじゃん別に。え？入るの？23日までじゃないの？あのガチャ。それだったら引かなくていいじゃん。引く必要がなくなる。めっちゃ引いたのに。まあ出てないけど一回も出てないけど。一押し入らないよね。入ったらだってみんな誰も引かないじゃん
そっちでだって引いた方が確実になるけん絶対なくないって思ったけど、どうでしょう。自分だけ出てないかもしれない、もしかしたら。本当に本当に全然出てない。CM カードじゃないから多分入らないと思う。前回の温泉の温泉のやつかな、前回の温泉のやつも千穂さん欲しかったけど、多分出たかな全部、けど含まれてなかったもん普通に。そりゃそうだよ多分そりゃそうだよ。本当に出ないんですよね。あ、って言うとったら UR が1枚出た。出らんって言い過ぎて1枚出たけど。シークレットが出るのでしょうか。次はね、15分の24秒にします。ね、イベントのカードは一押しガチャ出ないよね。ってなったらやっぱ引かないといけないよねっていう。ほら、同じメンバーばっかり出る。困ったもんだ。コインめっちゃあったのにもうどんどんほぼなくなってきたもん。出なさすぎて。今までのカード全部持っとるのに、今までのカード全部揃えてきたのにこれで揃わんかった、最悪じゃん。そう、さもシークレットが出てない。コインを全然使ってなくて貯めとったけんいいけど、これ貯まってなかったらもうコインなくなるよね、みんな絶対。ほら出ないもん普通に出ないもん。21、22、23、コンプリートが崩れてしまう。電脳さんペンライトありがとうございます。コインに課金してしまった。でも本当出てないよね。これはただなんやろ、やっぱサラが普通に確率が少ないだけなんか。出ない。でサラめっちゃ引いた。もう何回引いたかな。10回はあの10連ガチャを10回は絶対引いとるのに出ないんですよ。困ったもんですね。
最近悪夢を見ます急に急にやけど、何があったのって言われたら説明もう覚えてないから説明できないんですけど、なんか定期的に嫌な夢を見る嫌な夢を見るんですよ。なんかシマウマには襲われてないけど、なんかね嫌な夢を見るんですよ。嫌な夢だったなっていうのは覚えてるんですよ。で違う、朝までは覚えてるけどもう覚えてない、今はね、今は覚えてないんですけど、なんか微妙なラインのリアルな嫌な夢を見る。20歳が初の夢。ああ何見たかな、覚えてないや。だから20歳初、19歳の夢、分からんけど、あとなんか知ってる人が出てくるんですよね最近よく、メンバーとか、なんか身近な人が出てくる。はい、あ、分かった。シークレット、これはシークレット確定なのですが、果たして、ほら出ないんですよ。ずっと。本当だね。もう3万しかなくなったよ、コインが。めっちゃあったのに、8万ぐらい多分あったのに。やばい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 、本当に。ほら、ずっと同じメンバーが永遠に出る。今まで全部揃ってきてるのにさ、足りなくなっちゃうじゃん、1枚だけ。ほら、また出ない。やめてほしい、本当に。なんか出る気がするな。さっきから本当に同じメンバーしか出ないんですよ。本当にずっとこんなんなんですよ。やばいよね、本当に。だって千穂さん2枚とも持ってるし、あと誰が出てたっけ、ひなさん、あ、ひなさんはでも UR か、シークレットは持ってない。ふきのさんもどっちも持ってるし、福田さんもどっちも持ってるし、そらはさんもどっちも持ってるし、おひきゅうさんもどっちも出てるし、おっちもどっちも出とるのに、サランドだけシークレットが出てない、はあ、おかしいよね、本当に。え、コインないじゃん、もう。うわ、全部ノーマルっていう。あと何回引けるかな、千穂さん。嬉しいけど嬉しいけど1枚も出てないなんておかしいよ。みんなもこんな感じなんだ。でもコインがあんなに溜まっていた、あんなに溜めて、でもこういう時のためにね、あんなに、そうじゃん、一押しガチャもあと数日で始まるのに、これはもう七並べをするしかないな。できる時間があるといいけど、
え、本当にやばい。え、本当にやばい。空白ができてしまう。あと2回しか弾けないのに。許せない。本当に許せない。これが沼ってやつですね。許せない。出た。やっと出た。あ、汗汗でした。本当にもう何回弾いたかわからんぐらい弾いたもん。汗汗です。最後の最後に自分が出た。あ、疲れた。だってもうあと4000コインしかない。そんなことあるって感じ。汗汗ですよ。じゃあ24分24秒にやりますね。汗汗ですよ本当に。皆さん明日の13時59分までなので弾きたい方はお忘れなく。展開的に持ってる。いやもう必要ないよ本当に。出なかったですからね。モーさんギフトありがとうございます。なんかその全然エアコンが効かない。寒すぎて。21、22、23。今日ねラッシュもらったんですけど、ラッシュもらってもらったら嬉しいけど、なんかあのもったいなくて、いつのどのタイミングで使ったらいいかが、あー危ない危ない、分からん。もったいなくて、どのタイミングで使っていいのかが。めっちゃ匂い、めっちゃラッシュの匂いがする。シナのパイセンにもらいました。バターボールとハチミツ。やばいやばい、出してなかった。なんかね、匂いは分からんけど、可愛い、見た目が可愛いやつにしたって言われた。うん、もったいなくない？これもったいなくて、なんかいつ使ったらいいかわからん。ラッシュはバスボール、バターボール、めっちゃラッシュの匂い。
いる仕事、次の日が撮影。ああ確かに確かに。はにかまないで。どういうこと？はにかまないでって書いてある。はにかまないで。ミツバチマーチ。バターボール。あ、ハチ？あ？ミツバチマーチ。ソープか。あ、これ。やけんベタベタしとったんか。ソープらしい。間違えて入浴剤として入れてしまう。間違えて入浴剤として入れてしまうところやった。危ない。なんかベタベタしとるなと思ったら、昔家にあった気がする。この蜂蜜、蜂蜜、蜂蜜ソープ、記憶にある。石鹸、そういえば今日これをもらったんです。ダン、アイルドのロゴのセーター T シャツ。噂をすれば生誕 T シャツ手元に届きました。結構ちゃんと、まあ画質いい画像をちゃんと送ったっていうのもあるんですけど、しっかりちゃんと画質が良いです。で、プライベートの前撮りの写真を使うなんて。プライベートの、これプライベートですからね。プライベートで撮った前撮りの写真。画質良かった、めっちゃ。そう、お母さんの着物です。姉ちゃんも成人式の時にこれを着てたしっていうやつです。ね、昨日の配信見られとったかのようにタイムリー。タイムリーです。ゼリーが来るかな。おM、 これは M です。サイズ M サイズ。結構でかくない？M で。めっちゃ大きく見える。これ L じゃない？これ M、 M だとは思えんぐらいでかいんだけど。全然これ M、 M かこれ、 L なんですけどってぐらい。サラからしたらめっちゃでかいよ。だってこのワンピースと、あ、その大して長さ変わらん。本当に M か。
かに写真でかっ。さんの気持ち的には写真はねこれぐらいのイメージだったんですけど、いで、なんかめっちゃでかく見える。まあまあまあ女性の M と男性の M じゃ、まあ、違うのでね、多分男性だとちょうどいいぐらいだと思うんですけど、でサラはねこれぐらいの写真のイメージだったんですけど、まあ、みんなとサラは体型が違うので比べたらあれなんですけど、 S ってあるかな、そもそも。みんなが生誕で来てくれるのが間に合うといいですね。元通りになるかと。背中はデザインそもそもできるのかな、裏のデザインはね。できたのかな、言われできるとか言われてない。ちょっと元通りに畳めなくなった元通りに畳めなくなった。あちゃあちゃ、まあいいや、まあいいか。どっちもデザインはね多分できないんですよね。なんかお城が立ってる。確かに、あ確かに他のグループ後ろ裏にあるね、確かに名前と年齢みたいな。シマンチさんありがじろー、何何のやつやろ、ありがじろー、何のお城だ、誕生日かなんかですか、セタンティー。確かに言われてみたら STU は無地ですね。確かに考えたことなかったけど、言われてみれば他のグループはさあもう立花ネルさんの HKT さんのセタンティーとか買ったことあるけど、確かに裏があったね。シティは表だけだ。なんでやろ。無地です。
くりした今。ここに何かあると思った。自分でした。そういえば七並べ急に終わらせてしまったけど、またメールとかでやる時間をお知らせしますね。よいしょ。明日は、そう明日はお話し会。なんか、そ、あ、そっか、明日祝日か。ちょっともう頭がちょっと回ってなくて、日付感覚あんまないんです。話し会ですね。20歳初の話し会ですね。そっか、明日も話し会か。シマンチュさん、ありがじろー、ありがじろー、ありがじろー。そう、デジタルフラワーも今日までです。なんかあれデジタルフラワーが何なのかちょっとあんま分かってないけど、お話ししましょう。ありがとう。そう、デジタルフラワーの受付今日までです。明日の話し会は1時間目からやったかな。なんか最近1時間目朝からが多い気がする。朝言うてもう11時なんですけど、タタタタンタンタン、1、2、4、5ですね。うわ、明日チャイナ服着るって言った日か。危ない、今見て思い出した。ああそうだ、チャイナ服着るって言った日だ。感謝枠だけね、感謝枠だけね。あるの？何が？1、2、4、5。忘れていた忘れていた。そう、感謝枠だけしますって言うといいですね。何最終部って、5時間目が最終部だ。忘れてた。でもなんか前回もさら、ちゃんとおは、あの感謝枠だけツインテールって言ってたのに、真剣にその後になんか、あ、ほどいたんだみたいな、あ、髪の毛元に戻したんだねみたいな、結構ネタかなと思ってたんですけど、サラはそういうネタなのかなと思ってたんですけど、結構ガチな感じで数人に言われて書いてるなと思いながら、だから明日も言っておきますが、言っておきますが、明日も感謝枠だけです。そう、なんならね、そのツインテールをすることを知らずに来ていた人もいて、なんかサラがやりたくてツインテールしてる感じ、あ、おおみたいな感じにもなったんですけど、いやいや、あのちゃんと注意書きというかね、ちゃんと説明してるんでね、
まあでも明日は最後がツーショットなのでまあ問題ないですね。着替えたんだねって言われないちょうどいい。そんなみんなが忘れとるんだったらもうしなくてもいいんだよみんなが忘れてるんだったらしなくてもいいんだよ。まあそんな感じで明日はツーショットでございます。ツーショットじゃない、明日はそういう感じでございます。明日今を見て思い出した。多分ね、いつも来てくれる人はもうあれなんですよね、多分何もね覚えてないんですよね、多分そういうの。ただそのツインテールに惹かれて撮った人とかチャイナに惹かれて撮った人は絶対に多分覚えてるので多分サラがしてなかったらしてないじゃんって多分なると思うんですけど、まあ、明日は二十歳初のお話し会ということでいうことです。チャイナ服持っていくのを忘れないようにしないといけない。持っていくのを忘れないといけない、忘れないといけないじゃない忘れないようにしないといけない。もう頭が回ってないですね本当に。はい、ということでそろそろランキングを読もうかなと思いますね。ランキング見たいと思います。マークさん、なんか猫ボックスたくさんありがとうございます。カズさん、クマありがとうございます。では48位モビラさん、24位 MJ さん、13位カズさん、12位おいでませ元気さん、11位ゆうちゃん、10位ウレタルさん、9位スケさん、8位赤ヘルサンタさん、7位モーさん、6位浅香さん、5位マーク3号さん、4位黒白さん、3位電脳さん、2位マークさん、1位シマンチュさん、ありがとうございました。それでは終わりにしたいと思います。それでは明日のお話し会へ来てくれる方、明日のお話し会でお会いしましょう。ありがとうございました。